ここ最近の世界的な医薬品供給市場の不安定化により、台湾内でも医薬品不足が続いています。また、臨床患者の第一選択薬にも不足問題が出ています。血中脂質を下げるための処方箋では、現在およそ3割がリピトールを使用している。私の薬局の在庫はおそらく4月上旬までは持つ見込みだが、本当にどうしようもできない。だから、1、2ヶ月の在庫切れの時期がおそらく起こるのではないかと思っている。 食品薬物管理所は血中脂質を下げる薬であるリピトールは世界的な包装材料不足や製造工場の生産スケジューリングの問題などにより世界的な供給不足に陥っていると説明供給再開は5月末を予定しているとのことです食品薬物管理所は台湾内には代用可能な多くのジェネリック医薬品が存在すると強調しかし一部の医師は患者がジェネリック医薬品に慣れていない可能性があることを懸念しています すべてのジェネリック医薬品は関係するテストを通過しており食品薬物管理所の承認も得ている慣れていないというのは迷信でありそのようなことを言っては発展しない省庁の枠を超え積極的に対応するよう要請されており衛生福利部も医薬品不足対策センターを早ければ4月に設置するとしていますまた同時に漢方薬も告示に含まれることになり早期解決が図られることが期待されます <music>